本郷、遅い。もう、集合時間過ぎちゃってんぞ。こんな大事な日に、貴様、気合が足らんのではないか。どうしてって、訓練だもん。お兄ちゃんはどんどん訓練して強くならなきゃ。ああ、リンリンの言う通りだ。己を鍛える良い機会ではないか。この日をどれだけ待ち望んだことか。武人としての我らの技量、貴様らに見せつけてやる。ふっ、負け犬が何を言うか。何度やっても同じだ。貴様の敗北に変わりはない。孫悟の、蓮華様、シェレン様の名誉のためにも絶対に負けられません。そりゃあ個人戦だからな。武人としての腕が鳴るぜ。ちょっと、タンポポとこんな脳筋どもを一緒にしないでよ。な、どういう意味だ、こんな年中発情期の小悪魔娘が。変だ、全身筋肉よりマシだもんね。キイ、しっかりしてね。春蘭様や秋蘭様のためにも私たちが頑張らなくちゃいけないんだから。わかってるよ。それに無事僕たちが勝てばルルがごちそう作ってくれるんだよね。うん、キイの好きなものなんでも好きなだけ作ってあげるから。だから絶対負けちゃダメよ。燃えてきたな。ご安心ください。今回は兄様も味方ですから、勝てば何でもご馳走しますよ。もちろんご活躍すればですけど。よし、全員揃ったな。そろそろ始めるぞ。まあまあ、姉じゃん。始める前に今一度今回の規定を確認しないか。工作員訓練に慣れていない者もいるだろうし。シシュンとミンメイ、2人を捕らえろ。以上だ。間違ってないだろ。そうだ、工作員は前もって森に入り身を潜めておく。それを私たちが見つけ出し捕らえるというのが今回の訓練の目的だ。我ら二人を捕獲すれば貴様らの勝ち。逆に全ての将を我らが捕獲すれば五の勝利。これでいいな。およ、それだけ分かってれば十分だ。早く始めようぜ。バッチリ準備してありますからね。覚悟しておけ。我らは先に森に入る。一刻後には開始だ。では森でお会いしましょう。ご主人様。突然どうしたの。お兄ちゃん震えているのだ。兄様、
ことですか？え？それのどこが恐ろしいの？それはまた、えらく主観的な悪態だな。どうやら民名は、大きな胸に深い恨みでもあるらしい。なぜこっちを見る？ねえねえ、兄ちゃんも書かれたことあるの？なんて書かれたの？まあ、とにかく勝てばいいんだろ。簡単なことじゃんか。そうだぞ親方、水の言う通りだ。今から負けた時の心配をするなんて、そんな弱気でどうするんだよ。まあ心配するな。たとえ貴様が捕まっても、我らがあの二人を捕獲すれば勝てる。安心して捕まってくれ。ちゃん、僕が守ってあげるからさ、元気出しなよ。リンリンもなのだ。だから安心するのだ。よし、では我々もそろそろ森に向かうとしよう。森の中入らないの？なんかそういう難しいのはリンリンよくわからないのだ。戦ってやっつけて終わりじゃないんだよね。おや本郷、随分と前向きじゃないか。宣告までの弱気が嘘のようだな。それでこそ本郷だ。ま、アネジャがついているのだ。簡単に負けはしないさ。おい親方、いつまでこうしてるつもりだ。向こうに動きがないんだから、こっちから先手を取った方が良くないか？本をいくら進んでいっても全く気配を感じんぞ。本当にここで合ってるのか？えい、待ってるだけってのは性に合わないんだ。私は行くぞ。二人ともとっ捕まえてくるから。よし、こうしちゃ俺、私も行くぞ。待て、アネジャ。うわぁ、なんだシューラン、いきなり首根っこをつかむな。忘れるな、これは個人戦だが、あくまで工作員を捕獲する訓練だ。ん？分かってるぞ。だから捕まえに行くんだ。工作員を捕獲するのに、今から行くぞと大声で宣言するバカがどこにいる？そこにいるぞ！な、この小娘が何を言うか！私は決してバカではない！お兄ちゃん！
これはひどい。書いた人よくわかってる。バカ、自分が書かれた時のことを想像してみろ。ご主人様が言ってた通り、すっごい恐怖だぞこれ。縁夜をあっさり仕留めるとは、敵はなかなか手強いのだ。しかし本郷の話と現状から推察するに、どうも奴らは徹底的に胸が豊満なものを狙うつもりのようだな。たまたまじゃないのか。縁夜は自分で勝手に森に入ったんだぞ。では胸の大きな方が狙われやすいと仮定した場合、次の標的は誰になるでしょうか。はーい、ビンビンは違う、おっぱいぺたんこなのだ。ああ、リンリンさん、そんなこと大声で。ルルとキーも大丈夫なのだ、ぺたんこだもん。何よ、僕の方がちびっこよりは全然大きいもんね。変わんないのだ。違うもん。もう二人ともやめてよ。まあちびっこ三人組はないとしてだな。そうだよね。問題は誰が縁夜の次に大きいか。なんだシューラン、ジロジロ見て。タンポポ、どうしたんだよ。実はだな、アネジャはこう見えてなかなか豊満で。お姉様もなんだよ。触るとわかるんだけど、脳筋ほどじゃないにしても実はバインバインで。お前らご主人様の前でなんて話してんだよ。そうだ、これってご主人様に聞けば一発じゃない。全部揉んでるんだし。おお、タンポポはなかなか冴えているな。本郷、次に狙われるのはスイとアネじゃどちらだろうか。くそ、真剣勝負に父のデカさなど関係あってたまるか。私は行くぞ。たまには話が合うじゃねえか、シュンラン。私も付き合うぜ。知らん、行くぞ、スイ。おう。何を言うか、あれでこそ姉じゃ。ねえ、お姉様も単純だからいいんだよ。
キイが一番ひどいこと言ってるよ。まさか本当にアネジャが捕獲されてしまうとはな。これは本腰を入れてかからないと。当然だろう、アネジャは強い。お姉様もだよ、絶対やっつけてくれると思ってたのに。でもこれではっきりしたね。次に狙われるのは我らだ。どうした本郷。我々の一歩先を行っているようだ。これは心してかからねば負けてしまうぞ。どこだ。何を言う、これは実戦。隙を見せたら終わりだ。ご主人様、シューラン見て、あっち。だね。特にリンリンのなんか、これどう考えても恥ずかしいのご主人様の方だよね。本郷？ご主人様？大丈夫じゃないか。狙われるとしたら我らの方が先だろう。思春たちも本郷を仕留めるのは本意ではないだろうし。でもこんなツルペタでも容赦なしだよ。ついてようがついていまいが関係なくない？ご主人様だとやっぱりちんこ絡みかな。ネタにしやすいよね。タンポポ間違ってないよね。っていうか、タンポポはなんで書かれるんだろう。完璧美少女タンポポにネタの要素とかない気がするんだけどな。民命と師匠も大変だね。これって。
こに行くんですか？それ以上行くと森から出ちゃうことになります。なっています。そうしていただけると助かります。あ、そうでした。カズト様、問題です。正解すれば見逃して差し上げます。なので正直に答えてくださいね。間違えた時は分かってますね。問題です。ツルペタおっぱい、ちっちゃいおっぱい、普通のおっぱい、でっかいおっぱい、世の中には数々のおっぱいがありますが、カズト様が一番お好きなおっぱいはどれですか？おお、正解！ふざけるな。これで分かったろ。個人の戦闘能力は我らの方が上です。何？闇討ちまがいのことをしておいて何を言うか。剣の腕なら絶対に負けん。今すぐに勝負しろ。やめておけ、姉じゃ。剣の腕はともかく、今回の工作員戦は我らの負けだ。でもシューラン、シシュン、ミンメ、お前たちの工作員としての力は確かなもののようだ。認めよう。ありがとうございます。しかしだな、この落書きはどうにかならなかったのか。だからそれが一番悔しいんじゃないか。この文字取れないのだ。なんか僕のだけ字大きくない？おでこが書きやすかったんじゃないかな。ブー。それにしても親方のやめろよ、エイヤ、笑っちゃ悪いだろ。